皆様こんばんは。こんばんは。毎週月曜日19時、パズドラのニコ生のお時間でございます。今週もよろしくお願いいたします。いやこの週末はですね、私、はいはい、あのスプリングマウト2人で、はい、名古屋の、アスナル金山というところでですね、あのアーティスト活動してきました。アーティスト活動、はい、なんとですね、アスナル金山、1500人、そうですね、1500人以上ものお客様がですね現地に集まっていただきまして、その会場の現場では、CD を買ってくれたら記念撮影というイベントもやってたんですけれども、はい、あの準備していた300枚ほどの CD が全部売り切れて、はい、もっと記念撮影したいという声があってですね、あの予約券販売という形でなんと440枚、あのそこで打ち止めじゃなくてもっとね行けたんですけれども、うん、あの数だけだったら、ただ、残念ながら私と真央ちゃん の, あの新幹線の時間とかの関係でちょっと聞かせていただいたんですが、本当に大勢の皆様、名古屋ではお世話になりました。ありがとうございます。そんなわけで、今週もよろしくお願いします。マックス村井でございます。じゃあ順番に自己紹介参りましょう。どっちも立ったんですか。え、あ、そうですね、今日じゃあ立ちからスタートでしょう。皆さんこんばんは。今日もこんばんは。ちょ、もう一回やってみていいですか。ちょっと村井さんの真似したくなっちゃったんでいきますね。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。名古屋で美味しい味噌カツを食べることができました。元気いっぱい今日も頑張っていきたいと思います。スプリングマオです。よろしくお願いします。じゃあコスケットココロさんも自己紹介お願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日も頑張ります。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、どうも皆さんこんばんは、コスケです。金土日と、あれですね、いろいろなんか顔がテリヒメからの、はい、目の下とか次世代ワールドホビーフェア、はい、大丈夫。テリヒメ24時間からの、ワールドホビーフェア、ありがとうございました。昨日ボーダーだったね、はい、いやなん、あの土日があれじゃないですか、ドンリューのね厳重販売みたいなのやってて、マジか終わんのかよと思ったらですね、なんとか20体ぐらいでね終わりきってくれて、あれがちょっと3、40とかハマってたら終わってませんでしたね、確実に。はい、今週も頑張っていきますよ、皆さんよろしくお願いします。はい、今週はゲスト盛りだくさんで参りたいと思います。はい、お品書きよろしくお願いします。どうぞ。でん、こちらが今週のお品書きになります。マオアンの心の女子部屋、先週に続きまして、今週もパズドラ W 挑みます。視聴者投稿コーナーございまして、その後グッズ紹介コーナーなんですが、グッズ紹介コーナー本日ゲスト2組おりますので、お楽しみに吟じさせていただきます。おお、吟じちゃう。あの半分空気のね、あの森川さんもね、来る可能性が高いので控え室でね待機してたような気もします。はいはいはい、よろしくお願いします。あとすいません、管理編の G 間違えましたね。感じでめっちゃ違いますね。だってこれ放送が始まる3分前にこっち行こうよって急に変えるんだもん。チェックできなかった、すいませんです。はい、でその後コスケの DM 攻略、コスケがカツ丼を料理いたします。ドンリューですね。まあ村井さんが降臨やられるということで、今週のスペシャルダンジョンは僕がやらせていただきます。よろしくお願いします。コスケ、あの時間がたっぷり余ったらあれですよ、チャレダンやっていいですよ。チャレダン、チャレダンかヘラ、ね、ラッシュか。かなり変わったんでしょ今回のチャレダン。かなり変わってますね、あの内容が。まあただなんかね、結構最近カーリーとか使いたくて、多色使いたくてヘララッシュやりたいなっていう気持ちもあれば、まあ確かにラッシュの8か9ちょっと10はね相変わらず難しいんで番組用じゃないなとヘラやろうって言ってるよ。ヘララッシュがいいですかね。ヘラやろう、うん、ヘララッシュいいやん。じゃあラッシュやりますかね、うん、はい。チャレダン10って言うのもありますけどねチャレダン10じゃ一回だけ入ってみてね、多分そこやられるみたいな見るだけ見てみるみたいな見るだけ見てみます時間尺次第で、はい、はい。そんなわけでコスケの DM 攻略です、はい、で最後、私ですが、あえての体力と回復タイプ限定の肝銀ペ、はい、多分ニコ生では肝銀ペはやったことないんじゃないかな。ないかも。やったことがないような気がしたので、うん、今日は私肝銀ペに挑みたいと思います、はい、皆様本日もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ女子部屋からです。席替えをどうぞ。はい、
あ、僕今日立ち見席ですね、普通に意識低くてすいません。あ、小助先生の、はい、コメントね。さあ、はい、女子部屋のコーナーやってきたよ。え、これ何？なんか、あ、それあの埋設用にと準備してきた。ちょっと時間がなくて、ね、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、びっくりしちゃった、はい、すいません。小助もチャレンジダンジョンいくのか、どんどんいくのか直前までね、バタバタしてたんですけれども、はい、あ、そうだ、今日僕アップバンクのスタッフさんにあの冷蔵庫に入れといてくれって預けたんですけれど、その後どうなったかな。え、今日のおやつ冷蔵庫系なんですか？いや、というかちょいちょい冷蔵庫系ありますよ。ほう。アップバンクのスタッフさん、お願いします。おやつってどうなりましたか？あ、サイダーを冷やす冷蔵庫の中に入っているそうです。あ、なるほどなるほど、はい、なんだろう、マニスパとかね、村井サイダーが入ってるところに一緒に入ってるのかな。あ、もうすぐ来ると思うんでちょっとだけ待ちましょう。 OK です。あ、来た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 、あ、来ました。あ、もうそのまま入れちゃってください。お、はい、はい、クラッシュがそっち持ってきましたので、はい、開けてください。冷たい、めっちゃ冷たい、めっちゃ美味しそう。本日の、あ、ケーキ屋さんだこれ。本日のおやつ、生洋菓子って書いてありますよ。期待持てるね。あ、わー、めっちゃ美味しそう。名前を忘れてしまったんですけれども、じゃん、洋酒をふんだんに使ったケーキということで、もう食べただけで酔っ払っちゃうんじゃないかっていうぐらいの強烈なケーキをご用意しました。ね、リキュールが染み込んでるんだ。はい、はい、じゃあこちらをかけて、はい、女子部屋は何をやっていくんですか？今日は、はい、39のスターエッグ、ハズドラ W の39名のスターエッグ、はい、エリアさん、難しいのが8コンボ以上作ろう。はいはい、前回中条 D にお題として出されたやつですね。はい、はい、そう、色も5色あって8コンボ作ろうなので、うん、結構難しいと。結構一生懸命やんなきゃ。結構一生懸命。すいません、それから忘れてました、はい、3人の成績表がまだ出していませんでした。今日の成績、はい、先週まではこんな感じです。ドン、はい、OK、はい、え、なんで女子部屋と小助20丸なんだっけ？小助はあの華麗に攻略したからで、女子部屋は最初丸だったんですけど、まあクロスアーンがあったからプラス1プラス 0.5 点。あ、やった、みんなわかんねえよ、基準が。じゃあ最後なんかホットフライドでクロスアーンしたら星みたいになんないですか？食べ方で増えるよ、ね、やった、ちょっと頑張ろう頑張ろう、はい、うん、というわけで女子部屋頑張ってください、はいはい、じゃあ行ってみましょうか。行きます。交互ですね、今日もね。画面をください。あ、マモさんは今日は2階中央。あ、これじゃないな、これじゃない、これじゃない、ちょっと何これ、マモちゃん、いいから。私ね、ちょっと怖いって言われた。そう、怖いって言われちゃったんだよね。私も確かに怖いと思いながらツイートしたんだよ。色が白いからさ、ちょっとパンパンやっぽいですね。なんか目の下がさ、なんかちょっと違う、まつげが出てるみたいになってる。まつげが出てるよね。軽く目のとこ特殊メイクしてる、ね、そうそうそう、真横からこう村井さんがね、ちょっと移動中の新幹線で撮った写真ですね。ホラーかな。で、ゲーム画面、ゲーム画面です、ゲーム画面お願いします。はい、来ました、はい、スパイク、はい、頑張ってください。です、挑戦します。心ちゃん、よろしくお願いします。これラーにした理由とかあるんですか？特にない。なんか、自分が持ってるやつで、これが一番マシかなっていうのと、あと、まあ、大ダメージを当たるやつと、あと回復も必要かなと思って、この一応相手の下がメタドロンが回復がね、出やすくなる、出やすくなる。あと山ドロップで嵐も入って、一応なんかね、いろいろ入れてみました。はいはい、とりあえず難しい。そうだね、8コンボはね。はい、じゃあ行ってみましょう。お願いします。来た、たまー、8コンボ、1、2、落ち込む狙いつつ、1、2、ちょっと5色だと落ち込んでなかなか難しいよね。そう、そうなの、真央ちゃん、そうなんだ。まあ、この辺から行こうかな。行ってみます、とりあえず。はい、何個、3、4、5、6、7、やだ、やっぱり難しいね。なるほど、なるほど、三枝さん、なるほど、そういう状況ですね。はい、そういう状況です。私も結構プレッシャーだな。ちょっと精一杯やってみるけど、
結構こういう感じ。あ、繋げちゃった方がいいの？いや、ダメ。繋げたらダメ。ダメ。6、7。ああ。ね、そう、むずい、ね。私もできないし。これやばくない？これやばいの。でもね、でも18アップから。まあね、行ってみよう行ってみよう、もうちょっと。どんどん行ってみよう。どんどん行こう。これ結構危険性感じてるわ。私もすごい感じてる、うん、今コメント欄でもパズドラには妖怪7コンボがいるって言われてる。あ、7コンボで止まっちゃうやつね。妖怪7コンボ、妖怪7コンボ怖い。この緑から始めようかな。パズドラには妖怪7コンボがいるからさ。ちなみに私本日2階中央前方でございます。あ、またも村井さんとかぶった。私2階中央前方。はい、真央さんもそうですね。はい、考えたいけど、うん、どんどん行った方がいいよね。そうね、ちょっとどんどん行ってみようか。八コンボ難しいね。あ、こ、どう、二、三、四、五、六、七、もう一個、八、九、いった、いった、これ、危ない。いや、これ結構大変だよ。これ、私いける気がしないよ。W、あ、この玉ドラね、良かったよ。なんか使ったら。玉ドラ？うん。ちょっとやってみよう。でも一旦やってみよう。1、2、3、4、5、6コンボぐらいしかできないよ。W 誰が村井さんが妖怪7コンボだった。村井さんが妖怪7コンボ。ちょっと前やってみよう。やってみよう。まだ17あるし。あ、うまいよな。なんか6。あ、落ちてる。本当にごめんなさい。なんで来ないね。嘘でしょ。結構つらい。今日ダメなの？ダメなのかな？え、玉ドラ。コスケ、これもしかしたら今日あるぞ。ですね。ちょっと玉ドラやってみていいですか？やってみて。ちょっとめっちゃちょっとだった。ちょっとしか減らない。ちょっとしか。うん、これ盤面良くない？でもこの盤面良さそうだよ。嘘。うん。この盤面組めそう。この辺から行こうか。あ、待って、考えよう。1、2、3。あ、ダメだな。1、あ、ここから行こうかな。ここから行こう。この辺の黄色から行こうかな。ただね、結構金曜土曜と連続でスイーツ食べまくったんでね。なるほどね、スイーツだけに。もうやばいっすよ。え、じゃあ女子部屋が失敗してもケーキいらない？じゃあ食べますけどね。食べますよ、喜んで。でもこれ多分大人の味だよ、コスケ先生。いや、大人です。あれ？あれ？あれ？24歳です。とりあえず行ってみます。行ってみよう。ごめん、私組めてないわ。でも行ってみよう、うん、行ってみよう。行ってみよう。この辺の黄色から行きます。どうぞ。いや、マジむずいよ、これ。このお題やべえな。どうなるんだろう、これ。あれ？あれ、もうやだ。もうやばい、全然サイグサさん2コンボ。やばいやばいやばい。サイグサさん、もうちょっと2コンボはない。ちょっとハートを押して回復するよ。完全にプレッシャーにやられちゃってるじゃないですか。やばいですね。ハート考えない方がいいね。どうしましょうかね。いや、でも8コンボってどうやってやればいいの？全然ピンとこないや。8コンボいきます。はい、あれ。あ、あ、超下手。超、あ、でも落ちてくれば。あ、むずいよね。私今日1回も決められてないよ。やばいよ、完全に。カエルのストロスをね、うまく使って2コンボ分の働きを。やばいわ、つらい。するといいかな、なんてね。つらい。はい、すいません。ここから行こう。こうして、1。結構むずいよ、これ。むずい。やってみたけど。もっと私、アバタマの力借りた記憶あるもん。明らかに一定時間もかかるよな。うん、8コンボだもんな。はい、コメントではなんか下から組んだ方がいいってありますね。落ち込みが来やすくなると。なるほどね。
どのくらい？7、8。あー、痛い、やばい、よかった、いいじゃん、落ち込んだけど。そうね、すごい、私すごい不安を感じてる。今日私一回も決められないんじゃないかっていう気持ちに今ちょっとなってきてる。あー、でも下からっていうのがちょっとアドバイス通りが良かったです。でも大丈夫、マジあと2つだもん。マジ、うん、あと2つ分心ちゃん決めてくれる？いやだそれは無理。多分ね、決めてくれる気がしている。なんか下で4コンボ、上で4コンボみたいな。なるほどね。あ、そういう考え方ね。OK。 下で4コンボ、上で4コンボ。上まで行ったとこ行けんのかな、そんな。そうなんだよね。行ってみます。はい、うまい。あ、いいんじゃない。あれ、黄色、黄色、うまい。5、6、7、8、4回いるわ、4回いる。まおちゃん、4回いる。ごめんなさい、本当にごめんなさい。今ナイスだって。いや、今の最高だったよ、今。本当にごめんなさい、今のもう1コンボいけたでしょ。ごめんや、ごめんや。今最高だったよ。本当にダメだ。いや、仕方ない、ありがとうございます。コメント、あ、優しいコメント拾っちゃった、すみません。5秒間カメラに向かって喉仏を映して何がしたいんですか。ごめんなさい、すみません。難しいな。アヌビスってよくあるやつって書いてましたね。アヌビスでよくあるやつね。いや、結構良かったと思ったんだけど、まあまあしょうがない、そういうこともある。玉ドラ使ってみる。玉ドラ使ってみる。弱いな。弱いな。あ、これ下から組めそうだね。あ、そう、下から組んだらめっちゃいい場面じゃん。そう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 、紫青組んでしょ、うん、で緑組ん で、で次横青組んで、緑組んで横の青組んで、うん、あ、良さそう、これいけそう。でもさ、横の青組んで、あ、あれ結構強引にいける、うん、強引にじゃないと組めないよね、これ。いい盤面来たねっていうコメントありがとうございます。本当、うん、強引じゃない、青組むの。いや、横に行ってこうするだけだよ。緑組むじゃん、青組むじゃん、緑組むじゃん。ここの青組むの難しくない？あ、ここの青後で組む。うん、後で後で。で、黄色組んで、緑組んで、青。こんな、そんな感じで。行ってみましょう。行ってみます。なるほど。あ、間違えた、ずらした1個。黄色。落ち込ん、落ち込ん、落ちてばっかり。やるね、落ちてばっかり。いやね、今日正直私全く冴えてないの。とりあえず一回も決まってないだろ。そうなんですよ、ハート回復しました、とりあえず。まおちゃんやっつけろ、妖怪マックス狙いがついてるみたいなんでいいですね。落ち込んね、うん、確かに。行ってみます。違う、こう、こう、こう。あ、うまい。あ、最後1個。でも落ちてくる。あー、オーマイガーだね、これ。ほんに来ない、まおちゃん。やすぎだ。え、結構今、ちょっと最後。見てて楽しい。最後だけ、ちょっと。落ち込んゼロ女。いやいや。落ち込んゼロ女。うわー、つらい。はい。すいません。今日ダメだね、なにこれ。え、いや今のいい盤面で結構できたかなと思ったのな、うん、緑からいって、はい、うん、やばい、このままだ結局パッドラも落ち込んだっていう風になっちゃう。やばいやばい、落ち込んで。すごいな、何でも村井のせいにしてしまう我々が一番の村井かもしれませんねって言いましたよ。めっちゃ面白いコメント。黄色、誰だ、黄色。そうなのねってきて。いきます。はい、この緑から。はい、あれ、3、4、5、6、7、8、9。おー、サイドカさん冴えてる。めっちゃ落ちてくる。今日完全にサイドカさん落ちたんですよ。
非常に不甲斐ない姿を見せてしまいました。違う、まおちゃん完璧に組んでたのに全くダメでした。辛いな私の。はい、はい、でも結果ね、やったー。おやつはゲットですから、はい、食べてください。おやつ食べてみましょう。いただきます。食べ方大事なんだ、まおちゃん。そうだね、食べ方、心ちゃんが考え始めた。食べ方大事だよ。だってこれ負けたらさ、また20丸にしようとしている。やったやった。あ、めちゃくちゃ染み込んでますね。こんな感じのカップの中にもうそこに、あーめっちゃ美味しそう。これそこに液がすごい溜まってる。これがアルコールなんでしょうね。いただきます。いただきます。これもなんか今日物産展をね、伊勢丹でやってたんで買ってきました。これどこなんですか、場所が。ね、物産展なのに、あの代官山って書いてありました。これすごい、代官山物産展。いただきます。いただきます。代官山だったら別に物産展やんなくていい感じなんですけどね。あ、わすっごいお酒。これちょっと酔っ払うかも。これめちゃくちゃ美味しい、うん、紅茶っぽくないですか、うん、風味は。紅茶、何のお酒だろうね。ラム、美味しい。これすっごい、もうちょっとおしただけでお酒がすっごい出てくる、染み出てくるのね。大人の味、ほらほら、お酒すごい、うん、めっちゃ美味しい。うん、美味しいです。今日私何も活躍してないのにこんな美味しいケーキだけいただいて本当にすいません。頑張ります、来週ちゃんと。来週は W じゃないですね。そうですね、来週は何しますか。いや、来週で W 最終回かな。うん、もう一回3週連続で W クリアできたら卒業でいいかなと思ってて、うん、なるほど。で、次また事故ったら W に戻る。ええー、それ辛いよ。W むずいもん。これむずい、もっとだってこれよりレベル上がるってことだから。そうだね、結構むずい。ダブル難しいもん、でもアバタマ全然それやってないから。あの時折ちょっと強い火力が求められる場面とかあったりするじゃないですか、はい、ここ光2つ消してみたいな、はいはいはい、で今やったところの1個先、41番のサンセットビーチ、はい、はい、これがコンボ中に光3コン、あ、光を3回以上消そう。それ光貯めなきゃいけない大変なやつじゃないですか。だからこのなんか、はい、なんかのドロップを光に変えるっていう変換いるよね、アバタマがいる、ね、考えですね、うん、を連れて行って、まあ、やればクリアできるんじゃないかなと。ちなみにサンセットビーチをクリアすると魔法石1個もらえるそうです。おっていうところで、じゃあ来週はサンセットビーチのエリア3をクリアしてください。はい、はい、了解です。ということで以上女子部屋のコーナーでした。クリアおめでとうございます。順調ですね、ここまで。順調では視聴者投稿コーナーどうぞ。はい、私はなぜかあの走ってここにやってきて勢いでレッドブルを一気飲みしたらなんか脇腹が痛いです。え、大丈夫ですか。で、今日はどっちからいきます。イラストからやりましょうか。イラストからやりますね。はい、うん、ます今日のテーマはイラストがマックス村井をパズドラ TCG 化にしたらこうなるだろうみたいなやつです。いいお題ですね。1つ目いきます。じゃん。すげえ。ペンネーム背景までちゃんとしてる。店だ店。糸広さん、この間パズドラ TCG のイベントに参加した時、イラストレーターさんのイラストを見てモチベーションが上がりましたなので今回頑張って描きましたとの、ご投稿です。もうやっぱあれですかね、スキル名は俺の必殺技なんですかね。あ、かっこいい。雰囲気的には、ね、指光ってますからね、うん、光ってる光ってる、はい、左手キラン、キラン、はい、ありがとうございます。次行きます。じゃんじゃん。ちょっとなんか豆腐さん的な、ペンネームエスナさん。笑うなよ。おい、コメント。ハテナじゃねえよ。村井さんをパズドラ TCG にこうなるということでちょっと書いてみました。モンスター名と効果タイプなど考えましたので記載します。モンスター名、落ち神の申し子、マックス村井。括弧1進化後。属性火、タイプ攻撃回復。ディフェンス600、進化コスト2。効果タイプ進化した時山札から1枚引きドロップに火が含まれていたらライフを1回復する。これ強えな、いいな。すげえ、なんか結構知ってる感じじゃん、ね、でドロップが、火光回復。あ、これ欲しいわ、このカードあったら普通に欲しい。いいカードだ、しかも1進化で使えるとかめっちゃ強いじゃん、これ超強い。え、作りましょうこれ。
これめっちゃ強い。お願いしてみますか、はい、後で。このカードどうですか。はい、結構これ現環境にこのカードだったら割とやばい性能ですよ、うん、はい、何から進化するかちょっと気になりますけど、はい、それでは最後いきます。じゃん。おー、すげえ。あ、かっこいい。かっこいいよね。ペンネームモナカンナさんです。はい、TCG はどれも躍動感あふれるイラストに驚かされています。普段は見れない背景の描き込みも素晴らしくて勉強になります。今回のテーマに沿って村井さんを TCG 風にかっこよく描いてみました。かなり美化した気がしますが、イメージということで許してください。描いた人が言っちゃった。まだルールちゃんと理解できていないので、技名などは想像にお任せします。いつか皆さんがカード対戦できるようになったら、ぜひニコ生で対戦するところを見てみたいです。そのご投稿です。はい、はい、ありがとうございます。これね、多分ね、このモナカンナさんのイラスト、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ここ多分ドラゴンかなんかいるんですよね。火がなんか出てるな、なんかいるな。で、そうですよ。多分背景がね、非常に凝ってある、ね。凝ってるこれね。いやすごい。皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、今週の投稿は、パズドラクイズでございます。よかったら視聴者の皆さんも一緒に考えてください。そうか。はい、ということで、今回は僕は見ません。突如始まるパズドラクイズ。いや、ココロちゃんが読むの。ココロさんに、投稿はこれです、はい。ちょっとね、問題数割と挙手制、挙手制5個ぐらいです。はい、みたいな感じ、はい、1人ずつ。 OK、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 はい、早物勝ち。はい、早物勝ちでいきます。はい、はい、いきます。はい、第1問、うん、あ、ペンネームとか言いますか、ね、あ、お願いします。ペンネーム、ガメクペさんです。ガメクペさんが、ね、ガメクベクベさんが3つぐらい考えてくれたので、それを3つぐらいいきたいと思います。はい、投稿はですね、この方半端なく多かったので、もうちょっとその中から3つに絞らせていただきました、なのでちょっとね、ココロさんね、お願いします。はい、じゃじゃん。敵のスキルで操作時間が2秒減らされました。その状態でスワローテイルのスキル操作時間1秒延長を使いました。ドロップの操作時間はどうなる。1とかあるんですけど。あ、1とかそれかはさ、なんかいきなり早押しで答えます、ね、でもどうすればいいんだろう、分かるんだったら。それでもいいですよ、はい、どうぞ。質問で分かるんだ。3秒。ブブー、これ分かるんで僕、うん、続きどうぞ。いいですか。1、暗殺される。どう、違う、暗殺じゃない、捜殺だと思います。多分捜査、捜査、捜査、捜査じゃない、捜査、捜査じゃない、捜査。総裁だ、間違えたいな、間違えた、総裁です、総裁、総裁、暗殺じゃない、軽くやばい、コメント欄が怖いな。ココロさんね、先週、違うんですよ、ココロさん先週間違っちゃったから呼ぶ練習してたんですよ。なんだろうね、なんで暗殺されるんだ。はい、1、総裁です、総裁、総裁される。僕もびっくりした。ドロップ操作できるのは3秒。2、何も起こらずそのままドロップ操作ができるのは2秒。3、上書きされる。ドロップ操作できるのは5秒。どれでしょう。あれ、はいはい、え、操作される。ブブー、違う、正解は5秒になります。え、そうなの。上乗せされ、操作時間は5秒になります。スワローテイルってそういうスキルなんだ。なので他の、操作時間が伸びるあのスキルって、これまだ何体か、まあ、まあ、代表的なことで言うと、まあ、今週のねソニアグラムを持ってますが、パズル&ドラゴンってあのスキルが操作時間伸びますよ、5秒、うん、あのイザナミとか先生で、操作時間もね短縮してくるじゃないですか。あれはあのスキルを使うことで消えるんですよ。え、そうか、消えるんだ。はい、すげえ。なおかつ、なんで、まあ、使った秒数、例えば5秒伸びるハーデスとかだったら9秒パズルに普通になるんで。はい、え、覚醒は総裁でいいんだよね。覚醒は総裁って言ったらどういうことですか。覚醒スキルで総裁時間延長がついてたら、はい、総裁されるってことでいいんだよね。総裁というかその分単純に減るだけなんだよね。そうです、うん、なんで例えば、まあ、操作時間延長じゃないや、あの例えば操作時間延長が6、あの2個、あ、4つ入ってて6秒パズルできる状態で2秒減らせたら4秒じゃないですか。でそこで1秒減らす、あの増える、あのスキルを使ったら7秒になります。あ、すげえ、それすごい。でその次のターンからはもう7秒のまま、あ、ごめん、そうですね、6秒に戻るんだ。戻ります、戻ります。とにかく上書きです。うんうんうん、
上巻きされるんだ、すげえな。これはすごい、ありがとうございます。同じようなので、あれがありますね、目覚めとか、うん、なんとかの目覚めって、うん、敵が使われるやつをあのこっちで目覚め使ったら消えるじゃないですか、あれと同じです。結構みんなもすごい、はい、いいクイズ。これめちゃくちゃいいクイズ。すごい重要だね、はい、超勉強になる。次いきます。いきなり攻略番組になった。いや本当にすごいいいクイズ。これだけで今日1 90% ですよ。いきなり攻略番組になったっていう言い方が非常に引っかかるんですよ。次いきます、はい、お願いします。スキルには敵に直接ダメージを与えるものがあります、はい、その中で最も大きなダメージを与えられるスキルは何でしょうか。カッコレベル99、攻撃プラスは0を想定とします。わかる人、待って、待って、はい、攻撃スキルって相手ブレス系ってことですよね、はい、え、明けの明星とかじゃなくて、ブブー、ちょっと待って、2つぐらいに絞れて、ピッポン。あ、なんかさ、そのあれのモンスターの名前で書いてあります。ちなみにそこは魔漢光殺法とかじゃなくて、あ、あ、はい、はい、はい、分かった、はい、ピッポン、ピッポン、ピッポン、はい、はい、ね、倍率的にはサタンの300倍がおそらく一番高いんですけど、あー、ワールドエンドか、はい、でもね、攻撃力が低いんですよサタンって。地球極進化してもさほどいかない、1000前半だから。ピッコロ200倍やね、たぶんあれ人造人間17号のあの250のエナジーボムみたいな、なんだっけ、あのあれが多分トータルで40万ぐらい飛んでいくはず。でかい、すげー、すごい。人造人間17号、はい、1人造人間、2地獄魔人王サタン、3覚醒ノア、4反逆四天使ルシファ で正解は1の人造人間で、なんと42万8000、すごいじゃん、のダメージになります、うん、スキル名エネルギーボールですって。エネルギーボールか。人造人間17号、あの男ですね、火属性の、はい、はい、戦闘体制。勉強になる、めっちゃ勉強になるこれ、このクイズ。次いきます、はい、この中で一番体力の多いモンスターはどれでしょう。え、なんだ、え、そうやって、あ、どうぞどうぞ、 HP 覚えとけってこと。三択なんですけど、はい、分かる人。でもこの3人だったら選択肢なしでも答えてくれますよ。いきます。ドラゴンゾンビ、ピンポン、ドラゴンゾンビ、ブブー。最初からいきます。1、チャレンジダンジョン。あ、敵、あ、敵か、はい、敵な、敵、レベル10に登場するアテナ、敵でした、敵ですね、きっと。2、極限デビルラッシュに登場するサタン。3、極限 ゴッドラッシュに登場する暗黒覚醒ゼウス。はい、はい、アテナ800万ぐらいだね、900万前後なんか。正解、おあるよね、やつ、やつやばいよね、体力。サタンのゴッドラッシュでも700万とか800万とか、800万だ、多分だよね、856万2222。その感じに勝てないから、あいつマジ削るのだるい、本当にね、いや、ね、多いっていう。だってアヌビスの49倍でやめ染めしてるのでも残ったりするんですよ。へ、コメント欄でコスケなのにちゃんとしてるわって、すげえ言われてる。次いきます、はい、ペンネームたくみみさんです。はい、村井さん、アップバンクの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。クイズじゃないのね、はい、すいません、クイズいきます、はい、今回村井さんが降臨一体をかけて戦う降臨モンスターは点点点ソニア、グランですが、うん、あ、その究極進化の素材を5つ答えてください。あー、これもう分かっちゃうからね、はい、究極進化ゼローグとワングレンから、ちゃんと一体一体答えてください、村井さん。ワングレン、スリーディア、はい、はいはいはい、はい、レイツールとデフォード。正解、よし、おやるじゃん、やるじゃん。じゃあ今んとこ2、1、1、3本ぐらい答えてる、コウスケさんね。いや僕あの1個目はちょっとあのなしにしましょう、あの捜査延長のやつは、あ、捜査時間のやつはね、ちょっとね。じゃあ2、1、1、はい、まだありますか問題。はい、最後です。はい、じゃあ最後は3ポイント、じゃあ最後の問題を10ポイントで10ポイント、はい、また
10ポイントいきます。え、これ丸つくとかあるんですか？ 0.5 つくとかあるんですか？いや、いいから、ない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 から、ないから。女子部屋、女子部屋に 0.5 つく敏感になってる、小室さんが。確かにね、結構バトルになると本気なんだね。いきます。去年のクリスマスダンジョンで登場した聖夜のサンタクロース、ヘラの周りに描かれている中に、物の中に一つだけおもちゃがあります。さて、このおもちゃは一体何だったでしょうか？分かるんですか？これめちゃくちゃ難しくね。え、はいはい、あおちゃん、ベテルギウスのプラモ。おー、そう、正解。いや、すごいすごい、これは10ポイントですわ。分かんなかった。え、マジ？あ、そしたらちょっとヘラサンタの画像見ましょうよ、アプリで。アプリでつうか、ちょっと待って待って、マジか。図鑑開いてちょっとケーブルさしてもらいます。あ、ごめんなさい、僕今あれしてた。あれしてる、あれしてる。村井さんか真央さんがつなげますか？私もあれしてるわ。なんで全員あれしてるんだよ。いや、私も今あれしてたのにな。スタミナが溢れてるから。いや、攻略アプリでもいいんじゃないですか？あ、攻略アプリでもいいですね。いや、ちょ、村井さん、ケーブルをつないでくださいって言ってるじゃないですか。いや、もうこれでいけるっしょ。いけないよ、この下のね。ほら、いけたいけた。 なんだこの重箱の隅つつけような。ベテルギウスのプラモだよ。やったー、あるわ、すごい。まおちゃんすげえな。まおちゃんの言う、ありがとうございます。まおちゃんの勝ち。まおちゃんの勝ちですわ。すごい、最後決めたな、よかった。以上です、投稿コーナー終わります。はい、なんかすごい面白かった、面白いコーナーでしたね。もう一回ね、来週もね、やろうかなと、うん、来週も引き続き、はい、勉強になる、すごく。はい、じゃあ以上今週の視聴者投稿でした。ありがとうございます。はい、じゃあその中でグッズ紹介コーナーに参りましょう。グッズ紹介コーナー、今週2組、はい、ゲストがおります。1組目、びっくりマン、こんにちは。本丸さん、ありがとうございます。ロッテの本丸さん、こんにちは。こんにちは。まあ、びっくりマンではない。びっくりマンではない。ロッテの本丸です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。明日発売ですよね？そうです。あ、そのスライドがあったんです、はい、すいません、勝手に言いました。ついにですね、明日、27日発売でございます。ぜひ皆さん買ってみてください。今日はですね、ぜひ皆さんとこのパズドラマンウェハースを開けて、おー、はい、シールじゃんけん、はい、シールじゃんけん、じゃんけん、そうですね、開けていただいて、ぜひ引きを明日発売ですからね、はい、1日早く皆さんで、ま、ないですよ。びっくりマン、はい、30周年です。おめでとうございます。30周年でございますよ。ぜひ皆さんで、じゃあ一人一個ずつ引こうぜ。当たりは何なんですか？ちなみにキラ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 、コスケさん引こう。シークレットが2つありますんで引いちゃいますか。え、シークレットも入ってるんですか？シークレットも入ってると思いますね。先日私、はい、ランダムなんで。びっくりマンの30周年特番ニコ生に出させてもらったんですけどね。これね、後ろから3つ目とかがね、すごい確率が高いらしい。ええちょっとその情報、都市伝説も、都市伝説、都市伝説、都市伝説、真ん中取っちゃった、はい、後ろから3つ目、結構前半で取っちゃったよ。村井さん、なんかあの番組なんか結構ボロボロだったって噂聞きましたが、ガチャ引いてるみたい。いや、私だってシール集めて情報知識を入れるとかいうよりも、私ハル派ですから。あっちゃうんだ、あっちだ。だって実家のタンスとか、大人になって家帰った時とか、もう下から5列ぐらい全部ベタベタ。ただこれ、全てのゲームに言えることで、私パズドラマの覚醒スキルとか分かってないから、はい、覚えてないから。そういうね、雰囲気でね、知識量で怒られるのね、結構へこむんですよ。ちょっとなかなか辛いですね。ロッテの皆様と控え室で話してて、ハルハでしたって言ったら、まあ一応正しい使い方ですよね。正しい使い方ですね、はい。で、一応はね、フォローしていただきました。じゃあ開けさせてもらいます。はい、行きましょう。じゃあやべ、やべ、あ、どうだろう、開け方が下手。まだ、じゃあまだ見ないで、せーので、ドンで出していこうよ、はい、まだ見ちゃダメ、まだ見ちゃダメ、まだ見ちゃダメ。割と僕は食べる派です。食べる派で行きます。じゃあ誰から行きますか、誰から順番行きますか。コスケから行く、そっちから行く、行きましょう。じゃあコスケ来い、カメラに向かって、サイサイ、おー、当たり、え、超当たりじゃないか。いきなり当たりですね、さすが。
お前それやっぱり後ろから当たりじゃないか。引き強いですね。後ろから後ろから何個目でした？6つ目です、いや最近ね、いやこっちのパズルの方でも6個2体引いたし、この間すごい6個だらけですね。あざっ、それめっちゃいいじゃん。すごい相当当たりの方ですよね。結構あ当たりの方ですね。さあ心さん、どういう引きを見せるのか。せーの、じゃんドン。あーあれ、おーサクヤ、いやいやいいです、まあまあまあ、音声で紹介しちゃった。人気が満とか出るよりも全然いいよ。ちょっとね、それキラキラしてる方もしかして振りですか。いい方です。やった、キラキラしてる、キラキラしてる。さあスプリングマを参ります。せーの、じゃんドン。おお、あ、かわいい、タマドラゼウス、タマドラゼウス、シークレット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 枠のハーブ負けた、はぁ、シークレット、シークレット枠、かわいい、なんだろう。私も行きます。せーの、ドン。うわー、玉ドラゼウス。ちょ、これ仕込んであるんじゃないですか、実は。すごい、仕込んでないです。すごいですね。シークレットだけ。しかも2人。なんで一箱にシークレットが2つ。シールは全何種類ですか？2種類です。あ、シークレットが2種類。はい、シール自体の種類でいうと全部で。で、24種ですね。24種。はい、もうちょっと行きたくない？もう一回。あ、まずは見ましょうか。スライド行きましょう。本間さん、お願いします。そしたら、一応今回ですね、かなり高い親和性になっておりまして、4つの、シールの背景があります。で、まあ、進化前進化後ですね。あとはパズラの、ダンジョンとオリジナルのダンジョンっていう今回のシールだけのやつをやらせていただいておりますので、ぜひ皆さん開けて楽しんでください。もう一回いきますか。引いちゃいます。もう貼ってます。もう村さん貼っちゃう。もう貼ってます。でもかわいい、タマトラゼウスめっちゃ嬉しい。もう一回いいですか。もう一回いいですか。どうぞどうぞ。一応これ他の番組では使うやつなんだけどな。おいしい。あ、そうだ、他の番組では使うんだ。そうです、やばい、いろいろ、後ほど、後ほどちょっと剥がしてしまった。後ほど、はい、じゃあ僕も平和な解決でお客様に適当に配ります。おー、あ、発売前なのにいいんですか。一日早いプレゼント。一日早い、一日早い、フラゲ。さあ、私も一枚いくぞ。じゃあもう一個、私もいこうかな。さあ、私もね、ちょっと都市伝説を無視して前の方から。前の方から僕の地元では真ん中がいいって言われてましたね。じゃあ私行きます。あちらにパッケージが2種類ですね。そうですね、パッケージ2種類ですね。ゼウスとヘラのパッケージがございます。はい、そうですね。で、わし今出たやついきますよ。いきます。何が出るでしょうか。さい、出た、人気が満引いた、自分で引いた、出た、人気が満出た。さあ、まおちゃん行きます。じゃん、ゼウス、オリジナルダンジョンの背景ドロップ、背景ドロップのオリジナルです ね。はい、ありがとうございます。かっこいいっす。真央さん引き強すぎじゃない。引き強いですね、今日引き強いですね。やった、ちょっとパズルで冴えなかったからすいません。じゃあすいません、本丸さんどうぞ。そうですね、で今回ですね、明日からアップバンクストアでも発売が決定しております。はい、開始いたします。ありがとうございます。一応取り扱いの店舗はですね、アップバンクストアがね、確か EC だ、あの27で間に合うんだったかな、27か28かすよ、ちょっと曖昧かも。そうなんですね。一応確認した方がいいかな。じゃあ電話で確認します。え、今なう、そのままお話をお願いします。なう確認します。了解です。じゃあ、まあ関東の店舗で取り扱いと。はい、あります。はい、お願いします。バッチリです。アップバンクストアぜひともお買い求めください。お願いします。あとちょっとだけビックリマンの告知、もうがっつりいきましょうよ。ちょっとどころか、もうちょっとがっつり、ちょっとだけ、ちょっと私一瞬でも、前回の、ビックリマンの特番でもやったんですが、はいはい、今、ビックリマンの、ウェブの方でですね、ビックリマン検定っていうのをやっております。この前村井さんがちょっとあんまり当たんなかったんですけど、ぜひ検定にチャレンジしていただいて、うんうんうん、ヘッド、満点の人はヘッドの、症状が出てきますので、ぜひ皆さんやってください。お願いします。あとですね、もう一個だけ、ビックリマンの、地方原画展も、
決定がしました。広島パルコ、仙台パルコ、あと大阪、名古屋、岡山ですね、この5都市は、行けますので、ぜひ皆さん、興味ある方、全国から、来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろ村井さんの確認はどんな感じですか？絶賛確認中、絶賛電話中ですね。あらあらあら、はいはいはい。番組のメイン MC なんですけど、そうです、途中で退席するってすごいです、まあまあまあ、さすが、さすが村井さんです。あ、マイク復帰しましたか？今確認してまいりました、はい、すいません、ちょっとごめんなさい、本丸さん、すいません、共有不足、すいません、はい、弊社の問題です。アップバンクストアですが、新宿が27から、新宿が27、明日からで、他の4店舗、渋谷、池袋、柏、原宿が28から、うん、で、当社店舗でいうと八重洲と梅田は、取り扱いがございません。そちらをお願いしますっていうのと、あと EC サイト、うん、EC サイトは、まず先ほどあったとおりでですね、このパズドラマンチョコが関東からの発売開始なんですね。そうですね、東日本から、ね、東日本からということで、はい、EC だとあの全国届いちゃうの で、ね、EC は、3月何日かまだ調整中 で、ね、3月、未明から、はい、発売開始ということで、なるほど、はい、まずは店舗で、東日本エリア先行販売こちらですね、はい、でございます。すいません、よろしくお願いいたします。します、ありがとうございます。じゃあぜひパズドラマンチョコ明日からよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。明日から何卒パズドラマンチョコよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。箱買いも何でも来いや。ありがとうございます。人気我慢、よし、じゃあ人気我慢、人気我慢を君にあげよう。あ、 ありがとうございます。ここに、ここ置いといていいんじゃないですか？置いときます。後ろ、一旦下げます。後ろにじゃあ飾りまして、はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。はい、そんなわけでロッテから本丸さんでした。ありがとうございます。はい、じゃあ続きましてどんどん行きましょう。村井さん、どんどん行くとあのマイクの付け替えが追いつかないので。あ、オッケー、じゃあちょっとゆっくり、じゃあ一回アップバンクスターからの商品紹介いきます。あ、そうですね、そうしましょう。よいしょ。はい、じゃあ今ゲストのマイクの付け替えのタイミングでアップバンクスターから2点紹介します、うんうん、1点目、あ、こちらでございます。マックス村井の言葉カレンダー、こちらですね、カレンダーというだけあって、年の頭に買うものだと思うのですが、もうあと EC、アップバンクストアの EC の在庫が、1時間前の段階で10、はいはい、今年も終わり、なくなったら、増刷というか増版しませんので、うんうん、終わりでございます。あと10、アップバンクストア、マックス村井言葉カレンダーEC サイトあと10です。で、店舗にはまだございますので、どうぞ、今日現地で見られてるお客様、帰りに買われていってください。はい、EC があと10でございます。あの、残り少ないのでどうぞ、早い者勝ちとなります。で、続きまして、先週、先々週ぐらいかな、発売となったのですが、大人気です、こちらなんですけれども、ちょっとこれサンプルなんで分かりづらいというか、まあもう分かんないですよね。アップバンクと週刊アスキーでコラボして商品を作りました、究極の強化ガラスです、はい、この縁がですね、iPhone6 って丸みがあると思うんですけども、うん、そこの丸みまでカバーしたという、究極の強化ガラスでございます、大ヒット、非常に売れております、非常に売れております。で、ネットの方ではアップバンクストアではセット販売してるんですけれども、こちらの表のガラスと、これ実はケースついておりまして、アップバンクが販売している薄いケースですね、うんうんうん、薄いケースがついております。こちらがセットで 5% オフ、送料無料となっております。ガラスとこの薄いケースで合わせて4,522円、今非常に売れております。ぜひともお買い求めください。ガラス派の方、これまであの強化ガラスばっかりずっと使ってきたぜという方、そして6で、あのこの縁の部分がちょっと物足りないよと、うんうん、ね、どうしてもあの iPhone 自体にここがあの湾曲してますんで、ここがなんともちょっとしっくりこないなという方は、このガラスぜひともお試しください。すごいです、この丸みの部分まで全部あの作ってますんで、っていうアップバンクから2点ご紹介でございました。どうぞお買い求めください。では、ゲスト2組目準備はできましたね。はい、じゃあ角川メディアファクトリーから森川さん&トミーでございます。どうぞお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ、お座りください。どうぞ、お座りください。ちなみに、角川になったそうです。メディアファクトリーは近くなったそうです。あ、そうなんですか。あ、そうです。ちょっといろんな、なんかあの会社の部署の、部署のなんかあれ、名前がいろいろ変わったりして、はい、ちょっと一応、はい、メディアファクトリーでは角川になりました。はい。おー、すごいですね。2週間前ぐらいに会った時には、まだ角川メディアファクトリーだった気がします。まあ、人事派ではその前に、まあ、なんか、そういうのありますけど、はい、ちょっと前回言い損ねちゃった。先生、先生。じゃあ、角川。角川、ね、はい、はい、角川の森川さん、改めて自己紹介お願いします。あ、角川でました。森川でございます。パズドラのトレーディングカードゲームの、企画やっております。よろしくお願いします。お願いします。トミーさん、お願いします。はい、パズドラ TCG 名人、カッコ仮のトミーです。よろしくお願いします。はい、無事に発売が開始されて。そうなんです。はい、ブースターパックとかもね、どんどん随時発売となりますが、はい、本日は何をご紹介いただけるんですか。で、まあ、本日はちょっと、いきなり謝罪から。そうなんです。申し訳ません。いきなり謝罪からどうしたんですか。大変申し訳ません。ちょっと先々週末に発売させていただいたスターターデッキの方が結構品切れが多くてということで、手に入らないというお声もいただいておりまして、ちょっと、本当に申し訳ございませんと。すみません。はい。で、今実際工場の方で追加分作っておりましてというところで、製造メーカーさんに頑張っていただいて、なんとか2月の中下旬ぐらいには多分お店様の方にちょっとお届けできるんじゃないかなと思います、ね。そんなに売れてるの。いや、そうなんです。超いい話ですけれども、買いたい人にとってはもう早っという話だ、っていうちょっとお声もいただいて、まあ、あるところにあってアパクサとかいっぱいまだ並べていただいてはいるんですけれども、やっぱお店によっては仕入れの段階からある種アップバンクが買い占めをしていたみたいな話ですね。一定在庫、はいはい、ありがとうございます、はい、皆様アップバンクストアではまだ買えますよ。ぜひお願いします。アップバンクストアで、はい。で、まあ、一応今週の、木曜日に、ブースターパックの方を発売させていただくんですけれども、まあ、そちらの方もちょっと、まあ、スターターが弊社の方も、予想しなかったぐらい売れてしまっているので、ちょっと今日、ちょっと会社の上に掛け合って、まあ、追加で作らせていただいているので、まあ、なんかあんまりご迷惑をおかけしないように、頑張って作っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。地元のおもちゃ屋さんで買いたいよっていう人とかは、そのおもちゃ屋さんでなんか予約をした方がいいよとか、なんかそういうのアドバイスあるんですか。お店様によって予約を取れる取れないか多分あるとは思うので、そうですね、お店様に聞いていただいて予約を取っていただけるお店様も中にあるかと思いますし、はい。あと上にリンク出てますね、こちらからどうぞお買い求めください。よろしくお願いします。アパンさんまだあるんですよね、在庫ね。はい、あるのかな。先ほどから見たら店舗にありましたか。店舗にありました。店舗在庫と、ね、EC 在庫とかまた違いますか。あ、なるほどですね、なるほどですね。一応来る前に見たときはまだ、はい、買える状態だったと思います。はい、了解でございます。はい、はい、します。はい、一応毎週ご紹介のイラストももう発売前最後なので、持ってまいりました。はい、行きましょう。はい、じゃあちょっと進化前から行った方ですよね。そうですね、はい、進化前から、では、進化前からで、じゃん、ベルセルク。ベルセルク、これでいいですかね。はい、はい、剣が深い、かっこいい、かなり迫力ある、はい、ベルセルクでございます。ヤスリタスはニンニンさんでございますと、はい、どうですね。このベルセルク、はい、私先日拝見させていただいた時、ブースターパックの方、そうですね、ブースターパックの方に入っている、ね、はい、今日お持ちしているカード全部スタートには入っていないブースターパックに入っている、カードからのイラストになります。はい、はい、ちょっとその進化系で、ジグリと。ジグリ、雰囲気全然ガラリと変わりましたね。はい、かなり豪快に剣をバスッと。てか改めてトレーディングカードゲームの方は躍動感というか全然雰囲気違いますね。本当に素敵なイラストをイラストレーターさんに挙げていただいて、はい、私もとても毎回毎回上がってくるの楽しみなんですけども、はい、はい、でそこからのカリデルジーグリと、はい、3枚ともミニーさんの、はい、イラストになっております。アオリンかわいい。でちょっとね、アオリンがいますね、はい、でございます。強そう、はい、で続きまして、はい、一点雰囲気が変わってヴァンパイアですね。もう全然違いますね、はい、うん、すごくちょっとおしゃれな感じで、はい、グラス片手な、こちらのイラストレーターは天野花さん、
ございます。はい、はい、バンパイア、バンパイアで、こちらバンパイアの方は、あ、すいません、可愛いところからちょっとイケメン感増す感じで、うん、バンパイアロードさんに進化しますという形で、ゲームの中と一緒でいきなりガラリと雰囲気が変わっていきますね。ガラリとかっこいい感じになりまして、でさらに進化すると魔王バンパイアロードと、おー、相当これかっこいいラストになってますね。刀身がね、刀身が違う、刀身から違う、はい、3枚とも天野花さんのイラストになっておりますと、かっこいいところで、はい、こちら、はい、この魔法バンパイロードと、カイゼルジークフリートの方は、商品に入るときはキラーカードになっておりますので、はい、ぜひとも当てていただければと思います。はい、はい、はい、というでイラスト紹介と、で今日続いてですね、トミーの方から、はい、イベントをですね、です紹介させていただこうと思いまして、今までチュートリアルロードという形で体験イベントのご紹介させていただいたんですけども、はい、ブースターパックも発売になるということで、はい、バトルができるイベントのご紹介という形で、はい、そうなんですよ。今回ですね、パズドラ TCG バトルフェスというのを開催しましてですね、全国6会場、全国です、2月1日から始まるんですけれども、2月1日が関西イトーヨーカドーアリオさんで、8日からそこから関東中部でまた関東に戻ってきて、最後が、関西ですね。関西じゃないの、札幌が最後ですね。これ北海道の間違いですね。これ5時ですよ、完全に完全にコピペマジック、お手元がマジック、これ作った私どものミスでございます。すいません、はい、2月22日から2月1日に戻ってますね、ごめんなさい。これ最後の、はい、でも最後の会場は札幌ですので、イトーヨーカドーアリオの札幌店でございます。はい、ちょっと確認しましょうか。はい、あー、すいません、あと2月1日っていうのも違う。そうなんです、これの次の20だから20、はい、ちょっとごめんなさい、詳しくは、ホームページの方に正確な情報出ておりますのでこれの次の週です、はい、22日の日曜日の次の週に、はい、札幌の方で開催させていただきますので申し訳ございません、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでですね、今までは体験会いろいろやっていたんですけれども、丸分かりハーフデッキ、まあ、このアップバンクストア新宿さんのところでもやらせていただいたんですけども、はいはいはい、チュートリアルハーフデッキを使って、まあ、覚えていこうということもやってたんですけれども、今回はバトルも公式で開こうかなと思っております。はい、で、このバトルに参加していただくと参加賞がありましてですね、参戦賞ですね。これ実はちょっとカードを持ってきてるんですけど見えますか。よいしょ、ブラキオスとプレシオスですね、その上の進化段階。これが参加賞として2枚とももらえるんですか。いや、これ1枚なんですね。バトルで、3勝するともう一つあと御三家なのでティラさんが いるんですけども、この3種類の中から、ランダムで1枚もらえます。お、まあ、これ効果は全部一緒なんですけれども、はいはいはい、イラスト違いで手に入ります。ブースターで売ってるもので手に入るとは違うイラストになってる感じ。そうなんです、はい、完全に限定だ、はい、そこでしかもらえないみたいな。そ う、ね、はい、そうなんですよ。で、あとはですね、あ、そうだもう紹介するものがいっぱいありすぎてですね、続いてこちらですね、抽選コーナー。抽選コーナーって今までやってなかったんですけれども、ね、パズドラ TCG 関連のグッズを買っていただいた方の対象なんですが、500円ごとに買っていただくと1回くじを引くことができます。で、くじを引いていただくと、まあ、何等、1等、2等、あと特賞って書いてあるんですけども、それに見合った商品が当たるというものなんですね。で、今回それをちょっと皆さんにご紹介したいなと思って物を持ってきました。まず、よいしょ、2等賞からです。2等賞がこちら。なんか結構でかそう。この2つですね、これストレージボックスです。カードをいっぱい入れるための箱ですね。まあ、中は、まあ、普通のこういう箱でいっぱいカードが入るよって感じなんですけども、正面にゼウスがヘラっていたり、おー、いいデザイン。側面にもちゃんとモンスターが書いてあります。これが2種類用意してあります。これが2等賞です。2等賞、はい。そして、まあ、続いて1等賞なんですが、はい、なんと好きなカードどれでも1枚あげます。そう、まあ、ウルトラリアとスパリアの中から、はい、すごいですね、はい、まあ、例えばですね、好きなカード1枚あげる。そうなんです、今ここに手元にあるんですが、こちら
ウルトラレアの覚醒ゼウスですね。めちゃめちゃキラキラしてる。すごい。見えますかね。すごいキラキラしてるんですよ。すさまじい光ってる。ねえ。これがもらえちゃうと。え、くれって言ったらもらえるってこと？まあ、それ一等賞当たって、はい、でそのまあ見本の中からこれが欲しいですっていうのを言ってもらえれば。でウルトラレア4種類入っているので、まあ、他のウルトラレアのカードでもいいですので、まあ、1枚もらえます。おそして特賞でございます。あ、今のが終わりじゃないんです。終わりじゃないんです。特賞がある。まあ、僕のちょっとツイッターでもすごいの今日出るよってツイートしたんですけども、まず箱から。でかい。これがちょっと何か分かりますか。原画が入ってるとかそっち系。まさかです。まさかですよね。原画というか、はい、まあまあ、イラスト、はい、ほうほう100分は一見にしかでございますので、おーおーおー見てみましょう。なんと特賞当たるとこちらのイラストがもらえます。すごいですよね。すごい。プリンセスバルキリーです。いい。え、結構な大きさですよ。そうなんですよ。これどのくらい。あ、危ない危ない危ない。ノートパソコンよりかは大きいです。村井さんの感想と比べてみますか。これぐらいですね。ちょっと分かりづらかったな。すいません。結構なでかさ、結構なでかさ。これ、まあ、ほぼ一点物に近いと。うん、まあ、その一点物に近い。その会場でもらえるのはこれ一つだよ。はいはいはい。まあ、数は少ないので。はいはいはい。これが特徴で当たる可能性があります。額縁もついてきますか。これ額縁ついてますね。はい、全部。もらったらじゃあそのまま飾れるんだ。ねえ。はい。この状態。こういう抽選が行われていますので、これはあの会場に来ないとあのできませんので、抽選会は。なのでぜひあの先ほど出したやつなんですけども、6会場でやりますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。詳しくは今上にもリンク出てますので、はい、どうぞそちらでイベントの詳細をご確認ください。はい、お願いします。はい、はい。で、あともう一個ごめんなさい、今のがですね、あと大きい会場 でそう、中にトミーに行く会場もある。あ、そうですね、僕もちょっとこの会場に伺います。あの遊びに行きましてですね、8日のちょっと出しましょうか。よいしょ。あ、すみません。8日と14日の会場に伺います。8日がイオンモール武蔵村山と、14日伊東洋カードアリオ曽我店、この2店舗に僕あの遊びに行かせていただきますので、ぜひあのまだバトルできてないんですよ、ほとんどの人が。バトル相手を探しているという多分段階だと思いますので、はいはいはい、ぜひこの機会に遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、あとは、お店様で、開催いただく大会ということで、これはあの僕らがスタッフとして行く大会なんですけど、お店様独自で開催いただく、イベントとしてバトルチャレンジという、大会も開催しております。これはあのお店様のスタッフ様の方で、開催いただく形なんですけれども、全国のカードゲームショップさんで、を中心に、大会を開催いただいております。一応その景品もちょっと持ってきましたので、はい、まず参加すると、これもゼウスのその参加賞でもらえる別イラストですね。商品版とは違うイラストの、はい、イラスト違いでございます。で、あと、参加賞でドラウンジョーカーのこれスリーブですね。カード入れるやつ。カード入れるやつですね、はい、カード入れるスリーブ、これが、参加賞で5枚になってます。で、まあ、普通あのカードゲームで5枚ってもらっても少ないなっていうあれなんですけど、このカードゲームはあの最初に配置する5枚のモンスターを別なスリーブに入れとくととても管理しやすいので、あ、まあ、そういうのに使っていただけるなという感じです。あとはまあ参加賞なので、頑張って何回も参加すると本当に自分のカードを全部これに収めれるというような形にもなるかなと思いますので、はい、こちらの方を、参加賞でお願いします。はい、で優勝すると、レアカードのですね、先ほどゼウスのバージョン違いでキラッとこう白押しの、あ、本当だ、全然違いますね。はい、ウィナーって入ってる。そうです。勝った人しかもらえないザ・ウィナーというカードになってます。はい、こちらと。で、毎月これ、景品が変わる形になるんですけど、2月だけ、まあ、初めてやる形になりますので、2月の大会だけさらにもう1枚、Sレアカードのですね、こちらがライトニングホーリードラゴンもザ・ウィナー仕様で、はい、Sレア、Sレアの、はい、キラキラしてる。やっぱり、商品版とは違ってですね、ちょっと白でザ・ウィナーと入っているので、これも勝った人しか
入社した人その店舗で1枚1人しか買えないっていう形になります。はい、という形のものを、はい、一応まああの今週ブースターが発売になりますんで、まあ多分皆さんいろいろ遊ばれたいという形になるかと思いますので、はい、遊び場をですね提供させていただくべくちょっとこのような景品も用意させていただいておりますので、はいはい、今森川さんが紹介しているのがこのバトルチャレンジですね。そうですね、こちらバトルチャレンジ、ね、あの上のリンクのページを開くと一番上にもうバトルチャレンジと出てますね。はい、あ、お世話になります、はい、ね、ありがとうございます。冒頭で紹介したさっきのこちらのバトルフェスは、下の方に出てます ね、順番にページを見ていくと、はい、あ、ありがとうございます。どうぞページからご確認ください。よろしくお願いします、はい、はい、じゃあという、はい、イベントの紹介でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。以上でございますか。はい、以上です。ありがとうございます。だからせっかくトミーさん来たのに特にあ、そうだ、特にね、特に現実に帰っちゃう、そういうわけにはいかない。わかりました、やっぱり。ではですね、今日いいです、よろしくございますか。ありがとうございます。説明すると、僕詩吟をやってる人なんですよ。一応あのまあ、本業が声優なんですけども、はい、あの詩吟を3歳の頃から学んでいて、まあ、詩吟をやってるんですけども、はい、今回コスケさんがいらっしゃるということでですね、先日コスケさんとこのお店でですねエキシビジョンマッチをやらせていただきまして、うん、戦いまして、ね、まあ、あの大人の策略に私がハマり、コスケさんに見事負けると、名人なんともこう点を残すことをされてしまいましたので、ニコニコ東海議ですかね、あのあたりでちょっとリベンジマッチをさせていただければなと思っております。それを詩吟に乗せて思いを伝えたいと思います。お願いします。それでは吟じたいと思います。ニコニコ東海議でコスケさんの顔を泣き面でパンパンにしてやる、覚悟しとけよ。森川さん、あの東海議もあれな感じでちょっとちょっと東海議ちょっとやっぱイーブンな感じで、はい、じゃあそんなわけで門川さんでした。ありがとうございました。詩吟かっこいいですね。ありがとうございます、ね、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。森川さん、今日ネクタイ羊ですよ。あ、そうです、ちょっとあの、はい、すいません、あ、後輩があの、はい、羊年なんで羊でって、すいません、あ、すいません、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあそんなわけでコスケの DM 攻略に参りましょう。はい、どうぞ。はい、こちらの感じでやります。コスケはなんだっけ、今日ババロア魔女やるんだっけ。ババロア魔女は終わりました。あ、終わりました、失礼しました。このダンジョンなんですけど、あの木のダンジョンで、あれなんですよ、火でやろうかなと思ってたんですけど、なんか一回さっきやってたらブリとか、あのこんにゃくとか、うん、あの水の敵結構出てきたんで、これ実は 木が正解じゃねと思ってですね、はいはいはい、木に対して木で、で、まあ、2体攻撃中心でいきます。ただこれ劉備ね、まだ2体目がねスキル2なんであれですけど、まあやっていきます。はい、ちゃっちゃがいます。てか出たし、こいつこの子が出るとですね、ちょっとあの劉備使わないといけなくなってて、で、あの劉備のスキルの効果が、リュウじゃないや、諸葛、うん、あの一旦で倒し続ければ永続的に続くんで、うんうん、防御力、はい、うん、割ともう道中スキルガンガン使っちゃっていいです。ただね、バルキリーのとこなんですけど、ちょっとまだ悩んどります。スキルダメし直さないといけないことも考えると、劉備もう一体、諸葛もう一体、どっちかかな、攻撃で止めた方が多分倒し損ねがないんで、ボスの何がいいんだろうな。もう
サブ、バルのところ募集します。なんか諸葛もう一体かな、わかんないな。全部劉備、やっぱ全部劉備か。全部劉備全部劉備、やっぱ全部劉備説がここに来てまた強くなっている。はえな、で、まあ劉備だけでもいいんですけど。早い。あ、やばい、ミスった。これ二体攻撃入ってないからダメだ。でも、で多分あと一ターンしたら炎波が溜まり直すんですよ、これ。多分倒しちゃうんですけど。おお、はい。え、早っ。周回するのがテーマなんで、はい、あのただまだパッと今考えたやつなんであれですけど、まだなんかちょっとね、まだしっくりきてないですか。しっくりきてないですよね。なんかやっぱ周回するときってあれじゃないですか、眠っても負けない、眠るちょっとあれおかしいけど、あの気失いそうになっても大丈夫みたいなのがね一番いいと思うんで、負ける要素をいかになくせるか、あとスピードと諸葛じゃないや、劉備にね2級7振ればもうちょっと楽かもしれないですね、貫通が。はい、以上です。小助、ちょっと私の事情的にあの5分6分7分ちょっと時間が欲しくて、ただ僕チャレンジダンジョンもヘララッシュも5分6分じゃ無理ですよいかほど5分6分じゃ無理なんです。じゃあチャレンジダンジョン10に入ってみよう。雰囲気を見る。勝てなくても誰も文句は言わない、っていうコーナーはいかがですか。はい、パーティーもねどれが一番いいのか分かんないんでね。ちなみに今回、はい、結構チャレンジダンジョンの構成が変わってるらしいじゃないですか。らしいですね。チャレンジダンジョン、はい、今回版のチャレンジダンジョン10は小助はやった？さっきワンフロア入ってベルゼブブ出てきて、ベルゼブブかいっつってぬっくりされました。あの毒の海でね沈められました、うん、先生。そっからあもういいやとか思ってあのねレグルス降臨やってましたレグルス降臨なんで、ね、はい、じゃあ今度こんな感じでやってみます。ただこれねまだ欠点があって、カーリーまだ闇カーリーのスキルがまだ終わってないんですよ。この間引いたばっかだって。カーリー超豪華、うん、いけるかな。多分割とみんなこんな感じじゃないの、闇アヌビス。うん、どうなんだろうね。はい、じゃあいきまーす。やべ、スタミナ挑戦。スタミナが400もある、超羨ましい。これね、来た。おー、これが噂に聞く開幕毒ドロップ。でこれを対処しないといけないんで、カーリー入れてスキブの数を7個以上、はいはいはい、なんあれは絶対死、あ、即死です。絶対死、絶対にお亡くなりになっちゃうんで、まあ負けてもいいというなら気が楽です。あ、もう一個火作れたな。負けるコスケさんなんて見たくない。ええいや、もう結構エグいっすよ。え、マジレベル10エグいね。どういうこと、全然減らないじゃん。こんなにエグいの。でもう次多分負けますしね、あの倒せなかったら。結構非人道的な構成らしいですよ。すごいね、レベル10で。僕ここでアヌビスだな。もうこれお疲れ様でしたで。いや、そうなんですよ。もう誰も別に文句言わないよみたいな感じじゃん。ね、だから番組向けじゃないって。やば。これでレベル10をやろうってコメントが毎回来るんだから、ちょっと待ってくれって感じですね。ああ、もう繋がってもうたもういいや。さあ、奇跡の10カンボ !10 カンボ
いやいや違う違う違う、そういうの、そういうの飲んで違うって、違う違う違うって、流れが違う、はじく、うそ、あーもうやらなきゃいけなくなっちゃった。これさん持ってますね。持ってるね。お家に帰って今も来てクリア見えましたね。クリアです。ここもね、これって初手なんだっけ、初手何、初手威嚇、あのあ、え、待って、言い出しっぺが悪いってコメントありましたけど、言い出したらこれ村井さんですからね。やべえ、理事長の動画見とけよかった。初手何すんのこいつ、いつもと一緒、いつもと一緒ならいいよ。回復消さないようにして一発受けれるようにする。あ、お、自己も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 、なんで、え、嘘、すげえ、マジで、おめでとう、これはすごい。え、コスケお前今の奇跡をあと4回繰り返す。なんで、確かに確かに、6コンボが10コンボに化けるとかいや持ってます、さすがです。さすがコスケさん、持ってるものが違う。ワンチャンあるよ、ワンチャン。やばいな、え、ちょ、え、じゃあ、え、多分あれ、あれ来るんで整地します。あ、整地になってねえし、まあいいや。おい、コスケ、コスケ、コスケ、今何かが来てるぞ、何か、何が、何がですか、なんかね、今のあの3つのスペースだけで落ち込んが3個、ね、おかしいですよね、そうそうそう、でも今パズルしとけよってみたいな、怖い、自分が怖いこの後何が起こるんだ、怖い、死ぬな、いやちょっとやめてほしい帰り道で死ぬなちょっとやめてください、村井さん。あ、これもう作れないよね。7、8、あー、あー惜しい、違う違う、いや結構ね今のでも、あ、いやそろそろもなんかね、尺的なお話もあるんでね。なんかもうよくねえ感ある。マックス村井を見に来てくれたみんなごめん、俺が尺を取っちゃって。気にすんなよそんなこと、誰も気にしてねえよ。あー惜しい。え、これ次ぐらいに割るのよ来る、もしかして。まだか。え、次次次、そろそろもうやばい、次次次、えんやで、次次次次次、やみかあり、やみかあり、やみかあり、オールドロップチェンジ。あれ9コンボ盤面来た、え、8か、8かな、あ、いや7コンボだ、全然。あ、コスケさん決めてこう、10コンボ、アヌビス使っていきます、決めてこう、10コンボ決めてこう。いや、10コンボ盤面じゃないですよ、あれ、ナイスコンボ、ナイス、8、9、10、いった、すげえ、いやすごい、すげえ、これはすごい、え、おお、このまま行くんじゃない、いや、ねえ、いや、の、望んでない、怖い怖い怖い、いや、もうここまで来たら最後までやりましょう、ね、望む望まないに関わらずスポットライトはある日突然当たる。かっこいい今の。かっこいい村井さんの。今日のコスケさん持ってるな。うん、え、来るね落ち込ん。これ Y 大課長もコスケさんって言うわ。さんつけるわ。あ、闇もう一個作れる。ええ、ああ、3、4、5、6、7。
あでもここって割と あれだよね。カオスレイってダメージいくつ？カオスレイのダメージ教えて。みんなカオスレイいくつ？みんなが急いで。1万ぐらい？1万5000円ぐらい。ダメやん。すごい。みんな。みんなすげえ。みんなすごい。なんでこうおまけみたいなの手汗かかなあかんねん。本日のおまけコーナー進行中でございます。なんかうまいことパズル決めるな。え、ちょっと待って、待ってはぁ、おかしくね、今日の俺おかしくね。今日の俺のスマホおかしくね。おぉ、まだ助かる、まだ助かるで、手震えてきたもん、本当に。やば。いや、本当にワンチャンあんじゃねとか思わない方がいいよ。あ、やばい。俺のやりたかったことと違う。大丈夫、セルセルスって言うんで。大丈夫、セルセルス言うんで。で、回復をとりあえず見る。すごいパズルするな。7 8 8 9 あ、これ倒した。49倍でも十分。すげえ。すごい。いや、生放送でこの奇跡。あと復活。いや、あと復活。ちょっとやめて。あと2つ。いや、でもこっから落ち込みきづらくなるんで、あのお邪魔ドロップが増えてるんで、大丈夫。これで俺の落ち込みは終わる。これ受けれるかな、一発。あのハートフルアローってやつ、確か受けれるかな。それとももうアヌビスでワンチャン狙いに行った方がいいのかな。村井さんやめてください。これどっちがいい？受けれる？2万せ、受けれる。2万超える。一発だけなら。一発だけなら受けれる。やばいよ、村井さんが怖い。緊張するな。おかしいでしょ。手が止まるじゃないですか。もういいや。整地してもいいんじゃない。いや、あのハートフルアローっていうのが変、あの変えてくるんですよ、色を。あ、変換か。はい。なんで一発目からそこ、狙いに行った方がいいとは思う。全力よ、全力。ワンパン狙いがいいって言ってるよ。みんなワンパン狙いがいいって言ってるよ。はい。あー、もうマジか。ちょっとこれ難しい。個人的に。うまい。あ、うまい。落ちてる。8 9。おお、ワンチャンあるんじゃね。どう、49倍。あ、やっぽいな、本当に。今ハートを。あれ、これもう受けれないよね。ワンチャンあるぞ。もう受けれないって言われてます。3万オーバー、3万1878。ね、なんでできればバギーネコとか入れときたいんですけど。
コメントではカーリアヌビスって来てますね。コメントはカーリアヌビスを押されてるね。そうですね。でラストアカソニアの陣で行こうって言ってるね、みんなね。行った。いい盤面なんですけど、アヌビスが非常に使いづらい、うん、染まっちゃいすぎるってことですよね。つながる、うん、あ、でも YDK YDK、うん、やればできるコスケそういうやつ、そういうやつ。いや、もうどうせだね、使って負けましょう、負けましょうというか使って負けたらもう仕方ないということで、いく、使います。わ、すごい。やべ、分割がマジで見える。さあ、どうしてこうなった。今日は応援してるっていうコメントもあります。いつも応援しろよいつもどんな目で見てんだ。待って、不要色が、不要色じゃん、闇以外が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。え、目覚めてんな今日のコスケコスケの目覚め。あ、マジか、闇5分割できんのか。なんで今日だけは頑張れっていうコメントが存在し得るのかが、頑張れ頑張れコスケ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 、頑張れ頑張れ頑張れ、頑張れコスケ、頑張れ頑張れコスケ、頑張れ頑張れコスケ。わー、とりあえず、お、なんでこんな表示されてるんですか。コメント来てますよ。村井のコーナーやらなくてもいいから頑張れ。え村井さんいきなりやらないで不戦勝ついちゃうじゃないですか。やべえ、私今日ね9倍のパーティーでね還元ペイ挑もうとしてるからね、長いかもしれないよ。パーティー変えようか、パーティー変えようか。そうか、結果として私が不戦勝になるのか。いつもならね、もうね、やってるんですけど。いいじゃないか、プラマラするかチャレダン回るかで、ね、うん、チャレダン回っててよかったじゃないか、うん、はい、行きます。もう多分どうなっても同じ。覚悟が決まったようです。行っていただきましょう、コスケさん。はい、どうぞ。はい、やばいやばいやばい、めっちゃやりたかったことと違う風になってしまっている。ちょっとごめんなさい。4、5、6、6、7、8、9。おいった、いった。おいや、コスケさん違う、今完全にミスってもうみんな勝ったなって言ってますよ。 そこにね、落としを2個入れたコンボを組もうと思ったらもう闇がひっつきひっつき、あれっていう。コスケ、これ赤ソニア様のご機嫌次第で、うん、あるで、本当ですよ、赤ソニア様のご機嫌次第であるで、これ15、15が一番いいんでしたっけ。もう半々が、いや、もう何でもいいっす。
決めましょう。これ赤ソニア様のマジでご機嫌次第ね。ねえ、みんなで祈って。皆さんお祈りしましょう。はい。あ、久しぶりに使いますか、エコ。お願いします。はい、俺の必殺技、警戒昇竜陣、非闇、発動。カモン。ああ、悪くない。お。16、14ですか。はい。18、12。これは悪くないぞ。18、12。あれ勝った。勝った可能性。勝った。いや、うまくやれば。18、12だよね。12。で、今ね。18、12だよね。18、12や。これ最大火力配置一回調べた方がいいんちゃう？いや、全然できる気がしない。80人ダイダマックス村井とかやってやろうか。あ、ファーワリング落ちた。いや、大丈夫、関係ない。18、12だと最大が8コンボ。いや、9コンボ組める。9コンボ組めます。え、ダイダマックス村井はあかんと言われました。あかん、それはあかん。なんか最大火力配置、最大火力配置で9コンボいけるって。それ知らないから俺。これしかもその配置的に組みやすい盤面なんですかこれって。わからん。しかも瀬尾さん延長的にはまあ落ちてくるよな。だよな。待てだよな。ここまで行ったんだから天命を尽くせ。最大火力配置って難しいね。何諦めてるんですか。ちょっとめんどくさいねこれ。ただ盤面9号もいけるぞ。18と12で2色で。え、舞妓できるんちゃう。これですか。先ほどの村井さんの天命を尽くすっていうのが人事を尽くすの間違いじゃないかっていうのがコメントで来てるんですけれど。人事を尽くして天命を。天命を待つですね、はい、人事を尽くせ。そして天命を待て。決め顔。天命という名の打ち込む待て。ごめんね、なんか首が挙動不審みたいになっちゃってるけど、うん、ごめんね。チラ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 ね。お、これ組めるじゃん。いや、組めるって。来た。組める可能性あるで。緑間かよ。緑間よりも先にもっとなんかいろいろあるでしょ。黒子のバスケ、ね、黒子のバスケの、ね、緑間さんが、ね、あるじゃん。スリーポイントどこからでも入る、ね。また来た。今日だけは応援する。今日だけは応援する。今日だけはコスケさん推し。いつも応援してください。お願いします。せい。集中。斜めが3回入ればいける。それ無理やな。そんな無理せんでええで。最大配置とか諦めて普通に下から組む、うん、全然それでも私はいいと思うよ、ね、いや、せっかくクロエルメールって関係なくない？今の文脈で。なんで？わかんない。なんですか、ね？なんでさっきからさちょいちょいコメントでクロエルメールですって来てるの？どうして？ちょっと狙ってみます。ちょっと今ルートだけは見ました。準備は整いましたでしょうか？はい。ここから行きます。コスケさんの準備が整いました。行ってもらいましょう。あれ？決まった？4、5、6、7、8、9。一応これでもいけるはず。キーコンボ。おっしゃ。
これはすごい素晴らしい。私のコーナーいらなくないこれいらなくないこれ超最高。わかりました。じゃあ村井さんはおまけとしてやりましょうか。うん、おまけコーナーでいいよ。ここまでが本編です。すごいな。すげえ。今配置最後合ってた。合ってた。できてた。合ってた。合ってたかどうかは分からんけど、盤面で9コンボで落ち込んはなかった最後。ねえ、ほんと。ただ自らの力だけで、自らの力だけで手繰り寄せた勝利を。こっちおめでとう。さすが。やりますな。さすがです。さあ、マックスさんの番ですね。おまけコーナーです。いや私マジでやる必要ある。いや、さすがにタイトルの冠の方がやんないのは。こすけ余韻に浸ってろお前。今日だけは一番うまい勝利の美酒をお前が飲め。水ピー何食わそうかな。私どもはこちらのパーティーでございます。水ピーだよね。特段勘銀兵の敵のダメージなどなど調べずにパーティーを組みましたので負ける可能性もあります。あとブリで3倍3倍でこういうパーティーで挑んだことはございません。なんでフレンドに EQ 頼まないですか。違うね違うね。私が冒頭で、ね、今日勘銀兵行くわって言った瞬間になぜか私のフレンドにブリがズラ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 って出てきて、であれこれってその体力と回復で誰がいるかなと思って調べようとしたらその瞬間すっげえブリたくさんいて、あやばいこれみんなブリでいけって言ってるな。フレンドさんからの圧力みたいな。よし挑戦。フレンドのブリは297。すごいな。やばいな、コスケのあんなミラクルの後で、ね、私はどういう顔をしてパズルをすればいいんや。参ります。あーもうやんなくていい。3倍でいいかな。いきます。ちょっと時間も多少おー落ち込む。ありがとう。マックスさんも持ってますねやっぱりね。落ち込むガリガリいきます。ブリが火と水と光です。これどっちから倒したらいいんや。青を置いてる。私が挑んでるのは地獄球です。これどっちからや。どっちですかね。どっちも場合になりますね。どっちもどっちやな。AI に任せるか。左から。左から。コメントは左からです。ありがとう、うん、参ります。さあ、うん、お、結構倍率が乗ってる、うん、ありがたい。9倍で倒せるのか。青これ大丈夫ですか。つらいつらい。いや正直大丈夫かどうかは分かりません。裏、え、これ色ないじゃないですか。色ないですね。倍率、倍率も上がらないので、はい、かつ3体倍のされてるんで、はい、一旦不要色を消すたびに、はい、まだ回復彼らがね溶けるのを待ちます。一回さて OK いきます。意外とねこのパーティー回復力もあるんで、うんうんうん、ここからいきます。参ります。さあこれ結構いくんじゃない、うん、ダメージ意外と与えると思いますよ。なんかまたこのパーティーすごいですね。どうよだれでしたこれどうしたらいいんや。なんかサンタサクヤみたいな戦いになるのかな。ブリさんって実は、うん、ブリはねサンタサクヤとかカーリーとかあの辺は非常に相性がいいです。ただ一色するだけなんで。捨てのあれが回復力とか上がるじゃないですか。上がるよね。HP もすごいし。はい。いきます。いいっすよね。いいっすね。ただ火ないしな。どっちにしろ。さあどんどんいくぞ。どんどんいくぞ。おお、いい音。うまい。
ただね、倍率決まらないんだよね。ちょっとバインドの地獄、バインド地獄に。すごい。当倍で倒す。お前、当倍で倒されたな。さあ。今のところですね、非常に私の都合のいい盤面というか、順調に来てますよ、かなり。いきまーす。火決まってない。あ、火決まってない。はい。オッケー。あれ、1なんだね、これね。この人ね、攻防力なんです。ね、32。いきます。はい。ぐぬぬ。いいでしょう、いきます。この人あと2ターンなんで結構余裕を持って、すげえブリ盤面、ブリ盤面、超ブリ盤面これ。さあ、謎って倒しましょう。いきまーす。ここまでいいかな、最低限。次につなぐパズル、バトル3。どんどん行きます、参ります。はい、光と水全体。あれ、めっちゃ、あれ今日って落ち込みやすいの、なんか、まおちゃん以外全員落ち込み、私以外落ち込ん、私全く来なかったからね、今日ね、落ち込ん、今日まおちゃん以外落ち込んの日なんじゃない、サラダ記念日的な感じの。うまい、うまい、ありがとうございます。どうぞ。マネキニャドラを決めた、バトル4。これどっちから、どっちでもいい、わかりました、任せます。ナイスコンボ、開けてから、開けてからのこれはなかなかうまい、うん、ちょっとね、はい、今日パズル小助が調子良かったからさ、はい、なかなかこっちもちょっと冴えてる。はい、僕は別にパズル普通でなんか落ち込んだけ良かった。なんかあのやっぱりいい試合を見せられると、うん、しょぼい。落ち込んのおかげ。あ、怖っ、なんかその音やだよね。嫌ですね、あの音は嫌だよ、ね、だだだ。いきます。あの音からのゲームオーバーの音っていうのが非常に耳、ある意味こう記憶が、記憶に残りますよね。結構いい感じで来てます、ありがとうございます。あー、なんかダメージがだんだん蓄積してきて怖い。マスリンいいんじゃないですか、マスリン使うか、使わなくても倍率は出せますけど。回復もしながらでいきたいかな。マスリンは残します。参ります。あれ。やっちゃった。やべ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 、こっち通せ。あー、微妙に残ってる。ああ大丈夫。ね、回復2コンボで回復2コンボ入れます。はい、参ります。ここからいきます、はい、いくぞ。うまい、これでいこう、よし、ナイスコンボ。さあ、もっと回復しろ、もっと回復しろ。あー、ブリ強い、いい試合、ブリ強い、いい戦い。あー、ここでミニ、ミニ超音ですね。50% 切るとあかんね。あ、30% ぐらいかな、これ。1万9000食らうときついよね。で、威嚇は使えないので、ここはもう行くしかないという場面ですね。お邪魔が邪魔だな。一回マスリンでお邪魔を吹っ飛ばすというのもあるんですが、
そのまま行くか。よし、ここから行きます。参ります。これで、これでいかほどでございますか。あ、強いね。強い強いね、この人。ちなみにブリのスキルを確認しますね。闇が水で木が回復、闇が水で木が回復、闇が1個でもあると非常に助かったのだが、うん、ちょっとお邪魔を引っ張りたくないんで一回ドロリフします。ドロップリフレッシュ発動、うん、どんだけ木や、木がすごい。いや違うか。いきます。回復にコンボしたい。参る。あー届かんかった。お、だが、お、悪くない悪くない、ありがとう。あーちょっとずつだ、すげーちょっとずつ。え、これつ強くない？めっちゃちょっとずつ。なんなんこいつ。 HP200 万ぐらいあるのかな。行きます。ボスより HP あるね。え、マジボスより HP あるの？マジ？実質ボス。実質ボスなの？あ、そうなの？イエス。ここから行きます。あら？あれ、画面が消えた。あれ？あ、戻りました。ナイスコンボ、ありがとう！変に削らない。変に削ると1万9000円。変に削ると1万9000円。変に削ると1万9000円。まだ大丈夫、まだ大丈夫。99%。おー、え、これ強くない？99%。ブリーですかね。ブリー、きときと。闇を水、木を回復。闇を水で木を回復。うん。え、これ無理じゃん。次1万9000円くるぞ。そうですね、さらに削ると1万9000円。きときと発動。間に合うかな。あれでしたらクロノタートルの。あ、私もね思ってた、うん、完全に今クロノタートルの盤面だなと思って。クルタさん、クルタさんじゃない今日。光が1個余って、火が2個余って、うん、ハートが1個余って、水が2個余ってる。なんという中途半端な。普通にあんまりワールド形式で組もうと思わなくてもいいかもしれないですね。そうだね。下の方で火の落としとか入れる。火が2個余ってるんだよな。一番上で火だけ2個置こうかな。でも水をな、がっつりちゃんと分けたいよな、うん、ハート4つ、うん、水、光、何言ってるかも分かんないかな。行ってみます。
クロノダートでいきます。6秒チェンジザワールド。待ってくれ、これ、はい、バルキリー発動 してって無理か。倒しきる。いや、あの火力がそあのバルキリーにしかかからないので、光がないんで、あんまり、うん、そうだしのぎに行った方がいいかなとは思います。全力で回復。敵のなんか状態異常を無効にするような覚醒化スキル出ても面白いかもしれないですね。こういう状態を考えると。逆にね、はい、弾く。行ってみます。負けたらごめんなさい。参ります。時の伝媒発動。回復は絶対です。ちょっとあ最大でもなかったっていうね。6000中途半端なところのやつだったっていう。削りすぎたら1万9000だったら。日頃やらないことを村井さんがやっちゃうとこうなる、ね、普通にパズルを回した方が良かったんじゃないかっていう。そうですね。6秒を活用して、はい、ムチもついたようです。今日はすごい番組でしたね。改めて今日の主役は小助さんでした。ごちそうさまでした。あくまでねおまけコーナーでしたから。私のコーナーコメントがおまけだから、おまけだから、おまけだからこんなもん、おまけだからこんなもん。はい、こんな私ですが、今週の土曜日党会議でソニアグランに挑みます。超時刻限定、超時刻限定。山本プロデューサーが、降臨戦はマックス村井シフトを引くと、はいはい、宣言いただいてから、地獄級に3回かな、はい、挑んできたんですが、今回初めての超地獄級となります。そもそも私は、超地獄級に、降臨で初見で挑んで何回勝ってんのかな。片手勝ってないと思いますね、はいはい、あの今これ負けましたけれども、非常に素晴らしいいい塩梅での役落としができたのではないかと。あ、なるほど。はい、役落としというのは必要でございますから。確かに村井さんがその前の放送で負けるとその次の降臨勝ちやすいってありますからね。ね、はい、役落としです、役落としです。といったところで都会議は楽しみなんですが、はい、成績表を見てみましょう。あ、成績表、はい、ドン。おお、星ついた。え、何これ、何、星は2点。え、2.5 これ。え、2点。そうやな、2点。そうやな。いやこれ1ヶ月分ぐらい。え、何回負け、え、負け。やった、うち20丸乗ってるよ。ったうち20丸乗ってる。あ、まあ、マージャンクイズに勝ったからいいかな。あ、そうだ、やった、イエーイ。ベテルギウスのプラモデル。ちょっと待ってくださいよ、主役の村井さんが最下位ですよ。まあ、今日はしゃあない、何も言いまい。今日はもう納得の結果です、ありがとうございます。あー、チェンジザワールドとかな、そもそもな、半年以上、1年ぶりぐらいに使ったわ。練習しときゃよかった、やってもたわ。さあ、じゃあエンディングいきましょう、はい、エンディングでございます。はい、先ほどもお話ししましたが、今週の31日土曜日、2月1日日曜日、土日ですね、幕張メッセで党会議ございます、党会議ございます。私がソニアグランに挑むニコニコ生放送は、土曜日ですね、1日目ですの2時から、うん、2時からかな。パズドラステージが1時半からとなってるんで、ニコ生は1時半からパズドラのコーナーになるかもしれません。はい、そんなわけでぜひとも現地でご覧いただく方、現地でもかじりついていただければと思いますし、ニコ生でもぜひとも応援くださいませ、はい、勝ちたいと思います。あとは今週ですね、他にもニコ生がございます。今週の木曜日1月29日、木曜日1月29日ですが、かねてから何度か告知してるんですけれども、アップバンクが今度飲食店をオープンいたします。飲食店の名前がプライベートキッチンひそかという名前なんですけれども、そちらがですね、2月の6日にオープンでございまして、2月6日のオープンに先駆けて全ての料理を、お見せするという番組です。
で、シェフが料理をコースで振る舞うんですが、はいはい、審査員として私と三枝心さん、そして川越達也シェフ3人がそのコース料理を食べます、はい、てか私なんか素敵な番組ちょっとだけ聞いて、うん、でもなんか何にも連絡もらってないです。今週木曜日です。そうですよね。でお願いランキングばりに点数出します。え、心ちゃん点数つけるんだつけていいのか。で2月6日からオープンするので、まさにね、予約いただければ食べていただける、その料理を我々が1月29日、はい、お店のチラ見せとともにですね、食べ実際に点数をつける、うん、どうぞ2月6日からご予約くださいという。なるほど、お店のオープンからね予約で埋めたいという、下心丸見えの生放送でございます、はいはい、今週木曜日ちょっと勘違いされてるユーザーいるみたいですけど、川越さんは審査する側であって作る側ではありません。はい、作る側ではございません。川越達也シェフは審査する側です。まあ、お願いランキングのあれと一緒です。じゃん、まあ、さん、あんまりお願いランキングって言わないで。ちなみに私もお願いランキング4年ほど前には準レギュラーで水曜日やらせていただいてましたんで仲はいいです、はい、仲はいいです。そんなところですかね。はい、あとはこの後22時から、毎週恒例でございます、マックスブランド夜もクライマックスでございますので、そちらも、ご覧くださいませということで、本日すべて終わりです。来週の投稿テーマを改めてどうぞ。はい、来週は投稿が今日と一緒でクイズでまた3人で対決してもらおうと思って、ね、イラストが、まあ、小助さんが記念すべきアヌビスでレベル10をやっつけたので、その勝利をイメージしたイラスト、まあ、10項目でもいいし、あ、勝利、お祝いでもいい、お祝いでもいいし、なんかそういう小助さんをが勝った記念のイラストをぜひ投稿ください。絶対今思いつきましたよね、今なんとなくいいじゃないですか、今日はそういう感じはい、いつもと違うね、テーマで、いつもと違う、はい、うん、お願いします、うん、ありがとうございます、はい、はいはい、じゃあ本日は、以上で終わりとなります、はい、また来週じゃないや、先に週末か、東海で、お会いいたしましょう。さよなら。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらスマホの方は動画概要欄のリンクからチャンネル登録をよろしくお願いします。バイバイ。